これだったら悪口、この悪口ちょっと無理だわってやつを出してください。まあそれはないと思いますけど、まあ、強いて言うんであればって形で今日言ってもらえればいいと思うんで、普段は多分出ないと思うんですけど。話長いな。死ね。ブス。気色悪い。ここお前ベイブレードでも回したんかぐらい痛いですよ。そこここモテねえし、髪染めたらモテなくなるみたいなことで変わんねえし、そこじゃねえから。一生モテない人って結構いるから。お前それやから。なんかそのとばっか来てる。超なのそれ。肩身。ポケット付きシルスエットが誰かの肩身なのか。紫のダウンやめや。めっちゃダサいね。真冬とかでもあれでこいつアナブ10万歩いてるからな。やめ。あれいくら？いくらぐらい？1万5千円あれ。4000円。やめとけ。4000円はいけるなんてお前。ユニクロでも4000円で買われる。にしてもお前は信号が小さいな。友達にしたらさ、どんぐりやって言ってたよ。ちっちゃいっていうもう概念じゃないからな。ほぼない。99.99999999 とかって統計学上も100と言っていいみたいな、あるのよ、ないと言ってスタートも言ってるもんな、お前なのか因数なんて頭痛い痛いしましょう。大恥ずっと張ってるだけだから恥手帳やからね。死にそばかすがエグいよ。よく見ると武士だしな。かっこいいと思ってるか、お前よ。ちゃんとしや。お前ち掃除してた時に出てくる督促状の毎回一枚が出てくる。ちゃんとしや。なんか出せやなんで何も出へんの俺。なんか言えや。お前なんか言えや。